よし、今日もピッチング練習始めるぞ。はい。お前はすごくいいものを持ってるんだ。超高校級なんてもんじゃない、天才だ。2億年に1人の天才だ。すげえ、橋本環奈が20万人生まれる。そうだ、梅沢富美男が66万人だぞ。ただお前には重大な欠点がある。このままじゃ試合には使えない。欠点を直していくぞ。はい。よし、じゃあストレート投げてみろ。はい。426キロ。お前、もっと球速落とせって言ったろ。すいません、お前すごすぎるんだよ。確かにお前の球打てないよ。ただお前の球受けたキャッチャー4人全員手砕け散ってんだよ。なんか聞いたことない音しましたもんね。俺もう首寸前だよ。大事な生徒4人も手砕け散らすで許してもらったのが不思議だよ。なんていい親、逆モンスターペアレント。すいません、頼むから遅い球投げてくれよ。426キロってなんだよ。死に向かわせてんじゃねえよ。なんかストレート投げるといつも426キロなんですよね。怖えよ、マシーンかよ、デスマシーンかよ。もういい、今度スローカーブ投げてみろ。はい。プシュ、404キロ。はーえーなー。スローカーブはーえーなー。くっそー。いや、そうだよな。普通のピッチャー140キロのストレートで110キロ後半のスローカーブだもんな。ちゃんとスローカーブだな。俺、才能ないのかな。ありすぎんだよ。だってさ、今の一球でフェンスに穴開いたぞ。何やってんだよ。何スローカーブで穴開けてんだよ。すいません、ちゃんと弁償します。いいよ、俺が払うよ。お前は4人の治療費払えよ。そうっすね、助かればいいけど。大丈夫だ、今集中治療室だから。だから、じゃあ今度は足とか使わずに手だけで投げてみろ。全力、全力で力を抜け。わかりました。344キロ、すごいの手なんだね。手だけで出るんだね。天才手なんだね。あとお前4好きだな。日本人が嫌う数字4好きだな。なんか不吉だな。4人大丈夫かな。4人だしな。そういえばお母さんが死んだの4月26日4時26分でした。不吉だな。もう不思議な感覚のホラーだな。数字に導かれてんだ。あ、もうそんな話いいんだよ。お前右じゃダメだ、左で投げてみろ。無理ですよ、俺左利きですよ。そうなの？え、お前左利き？え、それなのに右で4人砕いたの？左なら645は出ます。虫殺すじゃん！もっとヤバいやつじゃん！虫殺すってなんだよ！さすがに危ないと思って人には投げてないっす。その優しさ、4人にも欲しかったな。なんで426なら大丈夫だと思ったんだよ。ところでさ、お前肘が痛いって手術受けたよな。もう大丈夫なのか。はい、もうなんともないっす。ちくしょー、手術受ければちょっとは急速落ちると思ったのに後遺症残れよ。俺も絶対後遺症残してくれって頼んだんですけど、やぶ医者失敗しやがったな。しかも手術受けてまだ3日だぞ。それでこの絶好調、クソやぶ医者。いい病院だと思って4人と同じ病院に入ったのに。そうだよ、連続艇砕き事件の犯人が同じ病院に肘の手術受けに来たんだぞ。こいつどんだけやり続ける気だと思われたんだぞ。うん、電話だ。はい、もしもし。うん、うん、そっか、それはよかった、伝えるよ。うん、喜べ。
4人とも二度と野球のできない体にはなったが、命は助かったそうだ。うわー、喜びづらい情報。監督、やっぱり俺野球やめた方がいいんじゃ。バカ野郎、お前は野球を続けるんだ。プロになって何億も稼いで慰謝料を払い続けるんだ。そうっすね。でも試合に出られないんじゃ。お前には打撃がある。打った瞬間には球場の外に飛んでいき、800メートル離れた場所でバラバラのカラスが見つかったという打撃が。二刀流の夢は絶たれるが仕方がない。お前はファーストに転向だ。はい。そして甲子園決勝、歴史に残る死闘も大詰め。後藤の6打席連続場外ホームランが飛び出すも、投手陣が崩れ1点差。なおもワンアウト2、3塁のピンチ。ピッチャー投げた、打った、強烈な当たり、後藤取った、ホームに送球する。やべえ、投げちゃった。ここまで我慢してきたのに。あーっと、キャッチャーの手が砕け散った。まるで先ほどのホームランの時のカラスだ。その間に二塁ランナーもホームに帰ってくる。さよなら。なんという結末。4時26分試合終了。うわ、マジで、マジじゃん。うわ、一言言わなきゃな。ご主人様。どうした、急に大声出して。幽霊、幽霊がいます。マジで？うわ、マジで？幽霊でいいの？お前見えんの？僕たち動物には普通に見えるんですよ。マジかよ。やだよ、幽霊どこにいんの？ご主人様のベッドでくつろいでます。マジかよ、もう寝れねえよ。え、それ本当に幽霊なの？だって、ご主人様見えないんでしょ？そうだな。ベッド何もいねえもんな。漫画しかないもんな。すごい巨乳の子が表紙の漫画しかねえもんな。推し面でこそないけど、グループのため水着で頑張ってるから、大応援の子ですよね。俺の心境詳しいな。いや、そんなことどうでもいいんだよ。そいつどんな姿なの？なんか白い服に頭には変な三角つけて顔真っ白です。絶対幽霊じゃん。ベッタベタな幽霊じゃん。デブです。デブ？意外。幽霊でデブ意外。身長120くらいで100キロはあると思います。デブだな。バランスめっちゃくちゃだな。あ、僕の餌の袋めっちゃ見てる。え、なんで？犬の餌興味あんだ。え、食料なら何でもいいのかよ。ああ、手を伸ばした。ああ、幽霊だから吸い抜けてる。怖えよ。実況しなくていいよ。ああ、デュークのウォーキングやってる。え、なんで今？え、なぜ2019年に？その時代に死んだのかな？それで痩せたいのかな？ああ、昨日ご主人様が買ってきたエッチなビデオ見たがってる。やめろ！お前さえ出なきゃこの後見るはずだったんだよ！あ、トイレに行った。幽霊トイレすんの？排泄するものがあるの？え、原料何？あ、トイレに漫画持ってった。え、手すり抜けんじゃなかったのかよ。もう物の掴み方覚えたのかよ。エロの力か？表紙の子よろしくね。その子の所属するグループもよろしくね。来世でよろしくね。幽霊怖い。怖いよ。あのさ、一個どうしても聞きたいことがあるんだけどさ、お前なんで喋ってんの？え？お前犬じゃん！なんなの？何2年前から喋ってますみたいに喋ってんの？喋る犬と幽霊同時に来たらパニックだよ！今僕のことはいいから、幽霊。幽霊なんかどうでもいいんだよ。見えねえんだからトイレ中だし。なんなら飽きたよ。飽きた？え、幽霊に飽きた？この短時間で？じゃあ水流した。幽霊ちゃんと水流した。どうでもいい。嘘でしょ。え、幽霊が水流してんですよ。いや、どうでもいいよ。え、それよりずっと暮らしてきた犬だよ。なんだよ、急に喋り始めるなよ。昨日猫が喋り始めたばっかりなんだからさ。
あれは驚きましたね。うちの兄ちゃんがツチノコ見て喋り始めたばっかだぞ。この何か見て驚いて喋り始めるシステム何なんだよ。ああ、幽霊がエッチなビデオを開けた。やめろ、勝手に開けるな。お前さえいなければ。まあまあ、そんな大声を出しなさんな。うるせえ、みーちゃん、うるせえ。大人の話し方すんな。黙れでも。あら、怒られちゃった。お口ジャック、おばさんなの。さっきおっさんばっかだったのにおばさんなの。みーちゃんには何回も言うけど、最近ご主人様怒りっぽいよね。マジ他の人に飼われたい。聞こえてるぞ。お前らそんな話したのかよ、何回も。今は人間の言葉喋ってる自覚を持て。僕、坂上さんに飼われたい。あら、じゃあ私はカンドリ。なんでだよ、カンドリ猫のイメージねえぞ。うわー、土の子出た。このオールスター何なの。デブエロ幽霊、喋る犬、喋るおばさん猫、ノーマル土の子って何なんだよ。 It almost gave me a heart attack。英語？え、今度英語？え、なんて言ったかわかんないけど、え、なんなの？一驚き、一言語なの？何このことわざみたいな驚き。うーわー、土の子めっちゃ幽霊見てる。不思議そうに見てる。うわー、幽霊いるじゃん。幽霊めっちゃデブじゃん。うわー、やばいもの見ちゃったな。土の子が喋った。土の子も幽霊見て驚いて喋り始めた。いや、俺らツチノコはもともと喋れるから。そうなの？え、ツチノコってペラペラなの？実はさ、君が買ったエッチビデオ、俺画面の端にちょっとだけ映っちゃってんだよね。よーく見て、それだけ伝えたくて。じゃあね。やばい、めっちゃ見たい。目的変わったけど。よし、もうみんなで見よう。幽霊も一緒に見よう。みーちゃんは？あ、別にいいよな。しゃべりおばさんだけだけど、オスだし。再生。あ、あ、土の子いた。カメラ目線。あれ？あれ？その後ろにデブエロ幽霊もいる。それで見たかったのか。